はい、今日はですね、サラサ本店さんにお邪魔しようと思います。高級寿司ですね。やってる？一元なんですけど大丈夫でしょうか？一元お断りなんですよ。あ、でもお金結構持ってきたんですけど。あ、どうぞどうぞ、ここの席座ってください。大将、このお店サラサのおすすめ教えてください。いいの仕入れてっから。おすすめ卵かな。卵どこさんなんですか？新潟。なんて名前の卵なんですか？黄身とろ。黄身とろの卵一つください。もちもちもち。衛生面気使ってるアピール。あ、めちゃください。お茶ないね。うちの店コロナしかないね。じゃあコロナビールください。いや、器はこれで出てくるんだ。これでね。卵でかいね、なんかシャリ。お客さん箸いる？あ、箸。おー、ローソンの箸出てくるタイプなんですね。やっぱ庶民にも近づけないといけないかな。あー、なるほど、ありがとうございます。これ箸の使い方注意されちゃった。でかいんだよね、シャリが。次のおすすめは何ですか？いやね、やっぱね、王道だからね。次大トロかな。シャリがでかいよ。ちょっと実は普通もないよね。大トロ、うん、大トロです。二枚のせ、おいしそう。いい大きさで何個分にしてる。うん。じゃあ事細かにね、今からね、うん、食レポをしてもらおうかな。どうぞ。続けて。大トロの厚みがすごいいい感じで歯ごたえがありますね。クジラあるんですか？ギリアル。クジラ美味しいんですか？給食で出るよね。たまらわけは出るね。クジラ食べれないのでね。食べなそう。クマの気持ちになって食べる。まずっ。クジラ？うん。視聴者の皆さん、クジラはまずいらしいです。縁側、縁側、縁側でお願いします。乗ってるって錯覚させて。白いから。あれ、もしかしてこれ中に入ってるタイプですか？新しいですね、やっぱり斬新な感じ。確かにこれもう分かんない、乗ってるの。ほら、動画だったらもっと分かんない。分からなくないですか？乗ってないんですよ。本当は。これはクレーマーだな。乗ってなかったって評価1にしてきます。縁側頼んだのにシャリだけ届いた。うん、おいしい。さっきのクジラの残り がすごい。あれ、自分で食べるんですか？美味しいですか？うん、美味しい。よかったです。ごちそうさま。私本当に納豆でいいね。はい、納豆でいいです。納豆。次ラストね。看板メニューですから。そう、こちらね。おすすめぶどうなってますか？じゃあ、イワラで。イワラ一丁。はい、お待ち。いくら一番まとも。すごい。なんかでも、海苔のしおれ感がすごい。熟年カップルって感じ。
海苔はちょっと既製品。一口でいって。待って、僕は味しないのよ、肉の。しかもラー油入ってるし。ん？めちゃくちゃヒラヒラするのにコロナビールしかないんだけど。本日のイクラ、特産品こちらを使っております。見えるかな？めっちゃ辛い。ラー油ビーズ。いやちょっとね、あのクルルさんダメですよこれリアクション芸。あんたね、もうちょい。いや普通になんか最初ね、イクラの味しないから、多分飼育雑誌のイクラのやつ乗っけたんだろうなって思ったの。こんなのいつの間に仕入れてたんですか、当店の、おすすめメニュー。おすすめメニュー、知る人ぞ知るサラさんの好きな食べ物ランキング第1位、ラー油。イクラ入れるんだ。知らなかった。あとさ、サーモンは食べれない感じですか。サーモン高いんだよ。サーモン高い。え、サーモンって本当はいくらするんですか。一貫350円。高いからやっぱやめるわ。じゃあお会計でお願いします。お会計で。はい、お会計これね。ん？合計はいくらなんですかこれ。ちょっと計算ができないね。自分で計算するみたいな感じ。セルフでお願い。チャージがまず2っていうところがおかしい。誰も見えてんだ。チャージ450円なんですよ、意外と安い。そう。コロナビールが1万。シャンパンかな。クジラはマイナスで。サービスサービス。クジラ割引聞いてる。タックス966%。そう。なるほど。払えない人はね、客じゃないね。おお。保管料11万3988円。はい、今日も見てくれてありがとうございました。何の参考にもならない動画。はい、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。今日も元気にいってらっしゃい。